悪い癖誰にでも止められない悪癖はあるだろう僕にもあるある日の夜いつものように歯を磨きながら窓際に並べられた人形を眺めていた 大小様々な大きさの人形は数十体いて顔や腕についている傷を撫でながらふと窓越しに映る公園で何かが動いている気配を感じる目を凝らしよく見ると5、6歳の子供が一人砂場で遊んでいたあれこんな時間にあんな小さい子供が一人でと美しいんだけど時計を見ると 時刻は午後10時を少し過ぎたところ。まあ、放任主義の親だったら、それほど不思議でもないのかな。と、自分に言い聞かせながら、なんとなくぼーっと眺めていた。すると突然、こちらを振り向いた子供と目が合う。遊ぼう。よく通る声で、そう言った。ぞくっと背筋におかんが走ったと同時に、 その子供は走り出す。やばい。直感した。あいつはこの家に向かっている。口にくわえた歯ブラシを放り投げ、玄関へと走る。が、来訪者より先にたどり着くことはできなかった。ガチャガチャガチャ、と乱暴に外からドアノブを激しく回している。あの子供だ。 間違いない。でもよかった。鍵は閉めていたんだ。と安心したのもつかの間。ドン、ドン。激しく体当たりする音がドアから鳴り響く。やめろ、思わず叫ぶ。が、やめる気配がない。ドン、ドン。どうすればいいんだ 警察だ。そうだ。警察に通報しよう。相手はたかが子供だと言えばそうかもしれないけれど、でも、あいつは何か違う。様子がおかしすぎる。あいつと対峙するわけにはいかない。絶対に。二階の部屋に置いているスマートフォンを取りに、階段を駆け上がろうとすると、途端に衝突音が止む。 あれ諦めたのかまあ、さすがに体当たりで、あして、未熟学児と思わしき子供の体格で、あのドアを突き破るなんて、とてもじゃないけど、不可能だろう。なんて呑気に考えていた僕は、実に間抜けだった。遅ればせながら、僕はここで、とんでもない失態に気づく。窓だ。今や、 風呂場の窓は、ちゃんと鍵がかかっているのか玄関とは違い、普段全然気にしていない窓の施錠にまで気が回らず、なぜアームアンドなんてできたんだろうと、自分の頬を引っ張たきたい衝動は、玄関から一番近く、そして、最も侵入に適した今の窓ガラスに、顔をこすりつけている。玄界まで口角と頬を吊り上げ、目を見開き、 笑う子供に抜かれた土着物おかげですっかりと消失してしまう。ひっが、またもここで幸運に恵まれる。窓の鍵はしっかりと施錠されていたのだ。いや、安心はできない。何か道具でも使われたら簡単に破られてしまう。しかし、不気味な子供は 一向に窓を叩き割ろうとはせず、周囲に道具を探すとぶりも見せない。やっと諦めたのか。そんな期待をしてしまう僕は、手に負えない愚か者で、狂気に満ち満ちた笑顔を絶やさない目の前の少年が、そうやすやすと、僕を見逃してくれるわけなんてなかった。彼が目をつけたのは、開け放たれた2階の窓だった。 普通に考えれば、二階から侵入を試みるなんて、バカバカしいし、よほど手慣れた強盗でもない限りは、目をつけない経路のはずだ。でも、こいつは違う。強盗でもなければ、まともでもないであろうこいつの思考は違った。そして、これまで幸運が続いていた僕の悪運は、ここで突きかけていたことに、ようやく気づく。 気づかされることになる。庭にある大きな柿の木を剪定するために、二階にも十分に達するほどの大きな脚立が庭に置かれているのだ。その存在に気づいた子供は、うれうれとして、軽やかなステップを踏み、脚立を駆け上がる。ここから二階まで行き、奴に先んじて窓を閉めることは不可能だ。間に合わない。 では、どうするのが正解かどうすれば、無事に生還できるのか冷静に考えよう。そうだ、僕は冷静さを書いていた。はじめ、もしかしてあいつは、幽霊の類なんじゃないかと、恐怖した。あの笑顔といい、あの行動力といい、まともな人間のそれではないと、僕は見透かした。 しかし、幽霊なら、ドアや窓をすり抜ける術を持っているかもしれないし、空を飛び、2階から侵入することだって、十分可能なはずだ。もっと言えば、念じるだけで僕を呪い殺すことだって、できるかもしれない。どちらにせよ、わざわざ脚立なんて使う必要ないだろう。と、考えると奴は人間だ。頭のおかしな人間。 まして子供に過ぎない。身体能力では、こちらが圧倒できるはず。では、力ずくで抑えてしまえばいいだけでは。そこまで考えがいたり、僕の次なる行動が決定する。奴と対峙する。そして、この家から追い出そう。そこまで明確な心づもりが完了すると、むしろ早く降りて来いとすら思えてしまう僕は、 実に単純な性格をしているのだろうと思わず苦笑いしてしまうが、そんな決意と自虐の一人遊びをしている僕の耳に、ぎっし、ぎっし、とゆっくりと階段を降りてくる足音が聞こえる。来いよ。お前なんかに負けるか。お兄さん、遊ぼ。たっぷりとじらしながら潔く姿を見せた子供の右手には、 可愛たちが大量に付着した包丁が握られていた。僕は目を見開き、口元を大きく歪ませ、実に情けない表情になっていたと思う。しかし、悲しりにあったみたいに、体は動かず、口もうまく回らない。な、何なんだよ、お前。何なんだよ。かろうじて、絞り出すように、そう尋ねた僕に、 子供はこう返した。ママと遊んでたらね、動かなくなっちゃったの。だからお兄さん、遊んで。無邪気ではない。邪気がないどころか、殺意だ、これは。こいつはこの幼さで殺意をまとっている。死を理解している。他者に危害を加えることを、他者を損壊させることを、 自らの意思で行おうとしている。さあ、遊ぼう。包丁の先を僕に向け近づく子供。僕は、僕は、ああ、もうダメだ。畜生。一時間が経ち、僕はスマートフォンを握りしめ、潔く、決意が固まり、電話をかける。 あの、自首したいのですが、子供を殺しました。一通り学面通りの質問を受けた後、今から警察官をそちらに向かわせるとのことで電話を切る。畜生、せっかく抑えていたのに、バラバラにしたい欲情を抑えられていたのに、野良猫では満足できず、 人間に対象が向かってしまいそうだったのを、なんとか人形を刻むことで我慢できていたのに。僕に血の匂いを嗅がせやがって。こんな絶好の舞台を用意しやがって。畜生。僕はパトカーのサイレンをバックミュージックに、あらかた解体し終わった5歳児としき子供の首を切り落とし、甲骨の涙が流れるのを感じていた。